柿キ市は、中華人民共和国国立交渉に位置する地球市である。中国最東部にあり、中国で最も早く日が昇るところとして知られ、東方第一条の省がある。柿キ市は、国立交渉東北部、アムール川、ウスリ川、松花江が合流する、三江平原に位置する。西は、ビン市、伊春市、南は七大川市、鳥西市、北は、 各好し東は、草加も山市と接し、さらに東は、薄ー川、北は、アムール川を隔てて、ロシア沿海地方やハバロフスク、ビロビジャンと接する。欠片の気候区分では、岩体と気象気候に区分される。最高気温が25度を超える日が3ヶ月以上、最低気温が低く、摂氏20度を下回る日も3ヶ月以上に達し、寒暖の差が激しい気候である。 夏は、降水量は多いものの、晴天の日も多く見られる。かきコこは、新代後記年間後半より、高母、活字、三、か小寺の、科目字、かきコこなどの表記で師書に登場している。語源は、七い語で、骨、または、死体を表すやむせとも、満州語で、駅進む、または、単幹を表すやむしとも言われている。侵害革命語は、 漢人の入植者が増加し、松花江下流随一の良好として発展した。満州国が建国されると新設された三考省の省都となり、周辺の国葬地帯の拠点として、また、沿海地方のソ連軍に対する将来の戦争の際の防衛、侵攻の拠点として、重要な都市とみなされ、輸送、軍事用の鉄道などが整備された。百三十七年には、図与線、 1940年には水予選が開通し、東満州一帯の農産物集積地となった。1937年には市に昇格している。満州国時代には、初期の武装移民団は、下記各南方の広大な翌屋に入植し、八坂村が、その代表として、しばしば日本に紹介された。エスペランティストの緑川英子が亡くなった地でもある。四四四区 三研究、し三件を管轄する。松江省余ぎ各市国流交渉余ぎ各市合構築、国流交渉余ぎ各市国流交渉余ぎ各市。ありがとうございます。